眠れるラジオ。小さな幸せのコーナー。幸せではなく不幸を探しがちなガスケツ、みんなの幸せエピソードを聞いて考え方を矯正していこうというコーナーでございますね。まあ、小さな幸せに目を向けていって頑張っていきましょうなんていうコーナーでございます。やっていきましょう。千葉県お住まいのラジオネーム右腕だけいつも寒いさん、ガスケさんこんばんは。私は休みのたびに12から15時間くらい寝てしまうのですが、寝つきは良くなく、ベッドに入ってから1時間以上は起きてしまいます。毎晩寝るためにポッドキャストを漁ってた結果、ガスケツさんに出会いました。そしてついに昨日、ガスケツさんのおすすめのサウナに挑戦してきました。今まで苦手で手を出してきませんでしたが、今回ちゃんとサウナに挑戦した結果、夜めちゃくちゃ眠くなりました。銭湯飯も食べて満腹で帰ったので、その日の夜は幸せしか言葉が出てきませんでした。ガスケツさんのおかげで幸せ見つけたので投稿させていただきました。うん、そうなんですよ。まあ、僕はずっとね、もう金がね、サウナいいよって、サウナに行けお前らって、まあね、常々言ってるわけですけど、いや、そのやっぱみんなさ、サウナ苦手なんですよとか言うんだけど、サウナ最初から得意な人間なんていません。うん、だって蒸気を逸してるから、あんなものは。あんな暑い場所に入って急に水風呂に飛び込むなんてね、あんなん蒸気逸してるんですよ。もう普通じゃないんだよ。でもその普通じゃない刺激を体に与えることによって、その後の外気浴の時間にめちゃくちゃ最高のひとときが訪れるわけですよ。うん、あと本当に寝つき良くなるんでね、本当に眠りに問題抱えた方はぜひ行ってみてほしいなと思うんですけど、あとそう、飯がうまいんだよね。夏の炎天下の下でさ、本当に喉カラッカラの時にさ、コンビニとかでさ、キンキンに冷えたミネラルウォーターグッと飲んだ時めっちゃうまいじゃん。普通に水飲むののさ、2、3倍ぐらい うまく感じるじゃん、お水が。なんかその感覚に近い。もう飯がほんと 2,3 倍ぐらいうまく感じる。もうそのせいで太ったみたいな、サウナ後の飯うますぎて太ったみたいな人も、ちらほら散見されるぐらいにはうまい。いや、ぜひ行ってみてくださいね。ちょっとサウナってね、言い過ぎかもしれないですけど、まあなんかよくその男のつまらない趣味あるあるみたいな感じでさ、まあよくサウナとかさね、出がちだけど、もうね、そんぐらいしか楽しみないんですよ。もう飯とサウナぐらいしかないのよ、正直。だって許してほしい、本当に。はい、ね。次行きましょう。熊本県渋谷の国さん。最近三男を13年ぶりに産み、てんやわんや子育てしてる三兄弟の母、37歳です。まだ三男が赤ちゃんということもあり、赤ちゃんは可愛いのですが、なかなか自分の好きなことができない毎日です。夜もなかなか寝てくれず、必死で寝かしつけをした後にゴロンと横になって読む漫画とガスケツさんのラジオで寝る時が今の私の小さな幸せです。これからもラジオ楽しみにしています。2人目と13歳さ。すごいね。三男ってことは三人男兄弟っていうことかな。賑やかだろうね。まあ多少はお兄ちゃんたちがこう協力もしてくれたりしつつとかでもあんのかな。横になって読む漫画。俺も最近ね、寝る前にちょっとだけゲームして寝るっていうのが最近日課になってて、スーパーファミコンのさ、ゲームできるじゃん、スイッチで。あれの中にあるマーベラスっていうゲームをちょこちょこ進めてる今。好きなんだよな、スーパーファミコン。スーパーファミコン世代ではないんだけど、もう完全に64とかゲームキューブの世代なんだけど、僕はね、スーパーファミコンのゲーム好きなんだよな。なんかゼルデンとかも結局一番面白いの神々のトライフォースだと思ってるしね。スーパードンキーコングの曲聴いたら涙が流れちゃうしね。ね、まあそんな寝る前のこうちょっとしたひとときなんかもね、これ幸せだなって思える日々ね、これは素敵ですね、本当にね。
いや俺もこれ幸せだなーって思いながら生きていこうと思う、マーベラスやってる時間を。はい、ありがとうございます。東京都アイスのみさん、この毎日が小さな幸せの積み重ねです。ガスケツさんは今幸せですか？うん、ティアティね。今しなあの阿佐ヶ谷姉妹のネタみたいだね。玄関開けたらいる人っていうネタね。今幸せですかってね。まあ概ね幸せなんじゃないかな現状は。まあまあなんか、まあ、割とちょっと仕事しんどいけどなマジで最近。なんかめっちゃしんどい。けどまあ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 概ね幸せと言って差し支えないんじゃないかなと思いますけど。まあまあ楽しく生きてるんで。いやー、そうそうそう。だからまあ、まあ、だからそういうコーナーだからね。やっぱ小さな幸せに目を向けて、まあ、その積み重ねで、ああ、まあ幸せだなって、こう幸せ感じていこうよっていうね。皆さんもやっぱこの癖つけてね、生きていきましょうね、これね。最近なんか幸せ感じたことあったかな。まあなんかこのクソ暑い中でさ、ちょっと夕方にさ、ゲリラ豪雨ザーッと降ってさ、帰る頃には結構涼しかった時幸せだったかも。ね、なんか昼間35度以上出てさ最悪じゃんって思ってたんだけど、帰る頃なんか28度ぐらいまで下がってて、ああ快適って、もうこんな毎日がずっと続けばいいのになって思いましたね。まあこういう小さなことをね、目を向けていきましょうというね。はい、兵庫県てんてんさん、こんにちは。ガスケツさん、高一男子のてんてんです。もう少しで恋人との記念日が2年、初めて会ってから4年。今までの日々を振り返ると、高校は違いますが今まで一緒に過ごしてきていろいろな思い出ができました。リア充青春幸せ。ちょっと最後の一文鼻につくけども、いやよかったね。すごいね、もう高一で2年付き合ってた、中学から。はあ、なんだかね。ね、いちご 100% っていうね、もう僕のこういう青春が送りたかったっていう、もうの、もうそれを体現した漫画があるんですけど。そのね、真中くんはね、まあ、漫画の一巻でね、西野司ちゃんっていう学校一のマドンナとこう付き合うわけですけど、で同じ高校を目指してね受験頑張るんですけど、結局西野司ちゃんはですね、もっといい高校をなんとなく受けてみたら受かっちゃったっていうことでそっちに進むんですよ、女子校かな確か、っていう描写があるんですけどね。なんでこの話を引き合いに出したのかわかんないけど、なんとなくそれを思い出したからなんか話しちゃった。だから何っていうね話なんですけど、なんか思い出しちゃった。なんかこう、まあでもそれと重なって、それでなんかリア充青春幸せって言ってると、もう俺は羨ましくて仕方ないなっていう。もう僕やっぱり高校時代に恋愛をしなかったっていうコンプレックスはもう今後一生もう僕を苦しめることなのでね、やっぱり。やっぱ高校時代に彼女と一緒に夏祭りに行くみたいな、で彼女の浴衣姿にドキッとするみたいな、でそういった経験、ちょっとしてみたかったなっていうのはね、やっぱり本当ずっと思いますけどね、やっぱね。いやでも俺は二次元しか愛せねえしとか言ってる中高生リスナーも、ちょっとだけ頑張ってみてほしいなと思いますけどね。夏だし、夏休みだし。はい、ね、そんな感じですね。はい、兵庫県最高さん、毎日寝るとき聞かせてもらってます。僕の小さな幸せは、とても静かな環境で大好きな馬といるときです。馬も落ち着いており、とてもリラックスできたり、馬の可愛さも含めて、可愛さもまた改めて可愛いなと思うからです。冬に近づくと、毛が多くなりふかふかになるので、夏とはまた違う可愛さにもなります。僕の小さな幸せです、ということでね。いいじゃない、ね、名前も最高ってね、バクマンの主人公みたいな。馬飼ってるってこと？
飼ってんのか、それともなんか乗馬クラブみたいなのに通ってるとか、なんか牧場の息子とかそういう話。いや馬かわいいよね。なんか馬も牛もかわいいんだよな。なんか最近よくなんかあのインスタのリールとかでね、なんか本当に俺のリールって動物の映像ばっか出てくるんだけど、なんか馬とか牛とかかわいいなと思うね。じゃあ大きな動物と触れ合いたいな。なんか大きな動物、やっぱ僕やっぱり犬とかもさ、やっぱ大きければ大きいほど可愛いなって思うタイプなんで、いや本当になんかこう大きな動物にこうまみれたいよね。こう、もうもみくちゃにされたい、大きな動物に。痛くない程度に。なんか最近そのちょっとやっぱりね、なんかこう日本ってさ、割とそのずっと小型犬ブームだったじゃない。やっぱちっちゃいワンカが結構人気あったけどさ、なんか最近俺なんとなくその大型犬にもこう大型犬可愛いよねっていう風潮が生まれてきたような気がしていてさ、東京にもさ結構大型犬と触れ合えるカフェみたいなのが結構増えてきてんのよ。なんかサモエドだったりさ、シベリアンハスキーだったりとか、めっちゃ行きたいんだよな。めっちゃ行きたい。でもあれあんなとこ行ったら俺どうなっちゃうんだろうなっていう、一生忘れられない思い出になっちゃうよ。マジ通いそうなんだよな、一回行ったら。本当にさ、どうしよう、なんか推しワンちゃんとかできちゃったら、推しに貢ぐ生活になっちゃうのかな。でもちょっとなんかラジオで話せそうだしな、一回行ってみるか。一旦サモエド行ってみる。サモエド、俺ちょっとサモエド一回触ってみたいな。どんな感触してんだろうな、あのふわふわ。意外と硬かったりすんのかな。いやちょっと、ちょっとしばらくサモエドの毛の感触に思いを馳せながら、日々を頑張っていこうと思います。はい。ということで、眠れるラジオじゃねえや、小さな幸せのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ、皆さんこんばんは、そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽一緒に聴いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聴いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聞きに来てください。そして寝ちゃって聞けなかった部分なんかは、明日の良き時間、作業中とか帰宅途中とか、良き時間に、聞いていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、8月ですね。早いですね、なんか。あと4ヶ月もすれば、もう今年終わるってこと？そんなわけないよな。ね。いや、なんか毎年さ、なんかやっと暑いの終わってきたなって。よし、今年もそろそろ頑張るぞとかね、毎回思うんだけど、そんなこと思ってたらもうあれ終わるぞ今年みたいなね。ね、本当に明日から本気出すって365回言ったらね、1年終わりますからね。本当にね。いやいやいや、なんかね、全然ちょっとやばいね。本当なんかやりたいなと思ってたこと全然できてない気がする。いや、もうちょっと頑張んなきゃとかね、思うんだけどさ、もう本当に俺って暑さに弱いんだなっていうのを毎日実感してる。もうなんかもう気分が沈んで沈んで仕方ない。本当に暑さに弱いんだなっていうね。本当ダメだ。ちょっと本当に一刻も早く涼しくなってもらわないとダメだなってね、本当に毎日思いながら、生きておりますけれども、はい。前回のコメント欄読んでいきましょうか。佐藤優さん、ガスケツさんこんばんは。高校生男子です。1学期最終日、あまり好きではない女子からクッキーをもらったのですが、何が入っているかわからないので食べれません。どうすればいいでしょうかね。これさ
この人さ、先週彼女できんとか言っててさ、俺がそのちょっとラーメンアイコンのやつなんかモテなさそうだなとか言ってた人しっかりモテてる完全に偏見でしたね。すいませんでした本当に。それに対してさ、あのリーちゃん、リーサブちゃんサブアッカーさんがさ、ラーメンアイコンでモテてるってあの2個コメントしてるっていうね、めっちゃやかましい返信来てるけどすいませんね、ちゃんとモテてました。ラーメンアイコンでもモテる人はモテます。すいませんでしたね。ねえ、いやクッキーぐらい食べなよ、大丈夫でしょう。そんななんか媚薬が入ってましたみたいなもう佐藤優めっちゃこうムラムラして仕方ないみたいなまた体液入ってましたとか、そういうのを懸念してるわけ、まあ、ないでしょ。もう顔も名前も知らない見ず知らずの人から渡されたとかだったらちょっと怖いけどね。まあ大丈夫でしょなんか普通に羨ましいけどな。はい小二丹さん、ガスケさんこんばんは。2回目のコロナにかかりショックで寝込みながら聞いています。また流行ってるみたいなので、ガスケさんリスナーさん気をつけてくださいね。なんかちょっと流行ってるらしいね今ね。皆さん気をつけてください本当にね。暑いけど、まあ電車に乗るときぐらいはちょっとマスクしてね、ちょっと気をつけていただきたい。なんかちょっと周りにもさ、ちょろちょろそのコロナ感染者いるんだけど、なんか結構大変そうだねみんな。なんか強そう今のコロナ。やだな、ちょっと今の時期かかりたくない。もう俺ただでさえ本当に夏の暑さでね、本当に気分が下がっているから、これでコロナとか言われたらもうどうしよう本当に。もうなるべく家に引きこもって、もう本当に外出とかもうなるべく控えて生活しようかなと思いますね本当に。エンゾさん、ガスケツさんパリオリンピック見てますか？母親がルールもわからないスポーツなのに深夜まで起きててすごいなと思ってます。全然見てないね。まず俺んちにテレビないし。そうなんですよ、まあ、プラスもう僕本当にスポーツに興味がないので、マジで俺のスポーツの興味のなさマジで舐めない方がいい本当に。なんか大学の時にさ、これちょっと大学バレるの嫌だから伏せて話すけど、なんかね、もうめっちゃ有名な、もう今も活躍されてるような、すごい有名なスポーツ選手が、まあ、同じ大学だったんだけど、なんかその人の、なんかインタビュー映像を撮るから、そのバイトで、ね、ちょっと来てみたいな言われて、俺、あ、じゃあ行きます、つって。で、まあ撮影したんだけど、俺全然知らないの、その人のこと。なんだけど、その一緒に行ったやつらとかみんな、うわーみたいな、うわすげえ本物だみたいな言ってて、でなんかそのなんかそのバイト取り仕切ってた人がなんかせっかくだから写真撮ってもらえないよみたいな、で一緒に来てたやつらとかみんな、えマジっすかみたいな、えいいんすかみたいな感じでみんな写真撮ってもらってたんだけど、であれ、まあ、ガスケツはみたいな言われたんだけど、もう俺ももう全然知らなすぎてその人のこと、なんか申し訳なくて、逆にそんな気持ちなのに写真撮ってもらうのが、まあだから普通に断った、あいいですっつって、逆に失礼だったかなとも今考えるとね、逆にそうかもなと思ったけど、なんか、全然好きでもないし知らない人だからなんか申し訳ないなと思って普通に断ったっていう。で俺も名前も覚えてないその人の、何の選手だったかもよく覚えてないぐらいもうマジの非国民なんでね、もうね本当に。まあでもこれもうまあね、僕がスポーツ観戦が全然好きじゃないっていう話はまあ何度かしてるけど、それを恥だと思ってるの正直。人生損してるなっていう気持ちはあるんでね、そう、あんなにみんな盛り上がって、あんなになんかテレビとかでもずっとやってて、みんなオリンピックがどうでっつって、何々の選手の優勝したところは熱かったねみたいな話とかしてる中、俺も全然興味ないからその話にも乗れないし、でそんなこと言うと、いや一回見てみなよみたいな、だから見たことあんのよ俺はちゃんと。
それでも全然なんかよくわかんない、何も面白くなくて結局携帯見ちゃうみたいな感じだからもうダメなの。だからもうそもそもその楽しみ方もわからない、本当につまらない人間なんです俺は。でもそれをこう自覚してね、うん、細々と生きていくしかないんですよ、うん、ねえ、うん、あのもちろんこれスポーツを否定してるわけじゃなくて、俺が楽しめないというだけで、うん、そんな感じですかね。えい、その他にもゆうとさん、たつひめさん、冷蔵庫ちゃんさん、みこさん、ひろさん、ハングル文字の方さん、スタジオ HQ さん、あーちゃんさん、こうだいさん、ヒーローチャンネルさん、コニタンさん、ミセスひつじさん、ラママさん、ひまわりさん、ムニエイチさん、ミニミニさん、カエスピカさん、あゆさん、ミミリンさん、佐藤優さん、リーちゃん、リーサブちゃん、サブアッカーさん、としみこさん、カニザの人さん、柴田さん、シオンケイさん、エンゾさん、サキさん、腹痛中普通服作るさん、猫の二郎さん、ひなとさん、カズミンさん、はなはなさん、まなかさん、おつまみさん、かのこさん、ひつじめいさん、くたくたおさん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましてもその中に記載ありますので読んで送っていただければなと思います。はい、で YouTube のコメント欄はですね、番組の感想でもいいですし、最近あったこととかガスケツに伝えたいこととか、まあ何でも構いませんので、肩の力を抜いてね、まあ本当に適当な感じで書いていただけたら僕も良き感じに拾いますので、まあ何でもいいんでぜひ書いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、しばらくヒーリング音楽を聴きください。
い、ということでね、ぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないように静かに静かに話し始めるというのをね、毎回やってるわけですけども、これちょっと撮り直してるんですよね。日曜日にアップロードしたものがね、なんかファイルが破損してて、なんか途中で切れてるみたいな。ちょっとファイル確認したら、なんかファイルがおかしいことになってたので、ちょいとまた撮り直しておりますね。まあね、いろいろあるね。なんかこの土曜日に撮ったんだけど、ラジオ自体はね。ね、今今日月曜日だけどね、その間にもなんか世の中いろんなことがね、起こりますね。ね、本当に。なんかね、ものすごい日経株価が暴落したりとかね。フワちゃんがヤスコにすごい悪口をツイッターで誤爆したりとかね。あれすごいね、あれね。大丈夫なのかな、どうなっちゃうんだろうね、彼女ね。まあでも、なんかその、まあ多分、本気では持ってない気がするんだよな。フワちゃんも。多分。俺の予想だけど、なんか、身内しかフォローしてない、なんか裏垢で、なんかこう、言っちゃいけないことを言うのが面白いみたいな、なんかノリがあったんじゃないかっていう。あんなこと本気で言う人じゃない気がするんだけどな。さすがに。いや、わかんない。でもちょっとその、二人の関係性とかをよく知らないから、マジでバチバチで、本気で言ってる可能性もあるけど。ね、ほんとインターネットって怖いよね。怖いよ。なんか俺だってさ、ほんとにいつ、ね、誤爆して変な画像とか、ね、ほんとに上げてもおかしくないからね。俺なんかほんとに。なんかこう、身内、だけでの、なんか本当に、他人から見たら全然面白くないんだけど、なんかこう身内だけの、本当に気持ち悪いだけのノリみたいなのをやってる動画とかも全然カメラロールに入ってるんでね、これは本当に危ないですよ。本当に皆さんもね、気をつけましょう。SNS の誤爆、本当に。危ないですから、本当に。てかまず、裏垢とかを持たないっていうことがまず大事ですね。本当に。僕はないですけど、サブアカはあるけどね。ちゃんと、リスナーさんもちゃんとフォローの許可をしてるサブアカはあるけど、裏アカっていうのはないんで、これは本当にダメです、皆さん。裏アカはやめましょう。で、何の話したんだっけ。隅田川の花火大会に行った時のね、話ね。まあ、なんかもうまた話すの嫌だな、これな。別にそんな面白い話じゃないんだけど、だからこそちょっとまた話すのちょっと気が引けるんだけど、まあその毎年ね、隅田川の花火大会を割と家族で見るんですよ。今父親の家がね、隅田川の近くなんで、その花火大会の会場すごい近いんで、まあそのね、行き帰りの混雑も割と避けられる、早めに行って次の日帰れば割とその混雑も避けれるっていうことで、まあ毎年ね行ってるんですけど、で去年さ、弟、割とリスナーの皆様にはその癖の強い弟としてね、ちょっとおなじみかもしれないんですけど、まあ、僕の弟ね、去年はなんか謎になんか 3,4 万ぐらいするソニーのなんか高性能なマイクを持ってきて、これ買ったんだよねとか言って、なんかめっちゃドヤ顔で見せてきて、でしかもなんか浴衣を着てきて、浴衣着たかったんだよねとか言って浴衣着てきて、まあみたいなね。ただまあ今年はもうそれもなく、なんか普通の格好で来てたね。なんかもう飽きちゃったらしい、なんか浴衣はめんどくさいっつって、普通の格好で来てて、でまあなんか両親もさ、なんか飯用意してくれてて、なんか宅配ピザとかなんかサラダ、なんか盛り合わせのやつとかね、なんかいろいろ用意してくれてて、まあそれ食べながら、まあなかなか普通に楽しい時間を過ごしたんだけど、でなんかその、ふとね、こうテレビからさ、CM 流れてきて、インサイドヘッド2、ディズニーの。
流れてきて、うちの弟が、これ見に行ったよね、ワン一緒に見に行ったよねって言うわけよ。で、俺全然覚えてなくて、それが。いや、全然覚えてないっつって。で、うちの弟めっちゃなんか、いや、ひどい、なんで覚えてないんでとか言って、なんか言ってんのよ。うん。でも本当に覚えてなくて、全然。で、あとなんか、俺が最近ちょっとこう、中野でね、ちょっと中野ブラブラしてて、中野楽しいよな、つって。中野楽しいよ、行ってみたら、行ってみた方がいいよって、俺弟に言ったら、いや、前一緒に行ってたろ、とかって言うわけ。え？つって。俺も全然覚えてなくて、行ったっけみたいな。いや、行ったじゃん、なんか。中野が楽しいとか言って、連れてってくれたじゃん、大学生の時に、とかって。つって。もう全然覚えてなくて。なんかその、で、その漫画とかでさ、漫画とかアニメでさ、こうよくあるシチュエーションとしてさ、なんかこう誰かがみんなの記憶からこう、なくなっちゃうみたいな、あるじゃん、よく。そういうシチュエーション。で、最終的にさ、なんか俺だけ最終的に覚えててさ、いや、ほら、あいついたじゃん、つって。なんだけど、こう徐々に、あれ？俺誰の話してたんだっけみたいなオチのやつ俺あれ弟あれになってんじゃないかっていう、うん、なんかいずれみんなの記憶からなくなっちゃうんじゃないかと思って、うちの弟が、うん、だから俺はそのやっぱ積極的にこうちょっと弟のことを発信していかないといけないなって思ったみたいな話をしました、この消える前の動画で、うん、でそのうちの弟の情報で言うと、もう俺より背も高くてこうスラッとしてて、でさ顔もちっちゃくて鼻も高くて俺よりねかっこいいんだけど、全然モテなくて、うん、本当に浮いた話を一度も聞いたことないし、で過去さ俺がその彼女の話とかしても全然興味ないみたいな、うん、どんな子なのとか全く聞かない、もう全然興味も示さないみたいな、そんな弟で、そんな弟が東北にいた時にちょっとだけ彼女がいた時期があったんだけど、うん、俺もいたことあるんだよとかって言うから、どんな子なんって聞くと、誰に似てんのとか言うと、ブルザンチエミっていうんだよね、うん、結構強めの女性と付き合ってたんだみたいな、うん、そうブルゾンチエミ自体もさ、あれってさゲイでやってる格好じゃん、ああいう人って本当にいるんだみたいな、うん、なんか、うん、そういう人と付き合ってたっていうね。であとその最近ね、なんか同人なのかな、なんかちょっとエッチなアニメを作ってる最近、うちの弟は、うん、俺に見せてくるんだよね。なんか、これどう思うとか言って。この演出どう思うとかって。俺、映像の仕事してるからさ、なんか感想聞きたいらしくて、見せてくるんだよね。ああ、ここもうちょっとこうした方がいいと思うな、みたいな、俺もアドバイスしつつ。うん、まあなんか今、その、ちょっとエッチなアニメを、こう、なんかキスシーンとかを、こう、俺は見せられてんだけど。うんで頑張って、で頑張ってるからね、ちょっとみんな忘れないでほしいなっていう。うん。ということで、ふつおたね、これふつおたもこれちょっとまた同じの読むんだけどさ、まあ、ちょっと一旦読むわ。東京都お住まいのラジオネーム、明日も続けこの漢字さん、僕は大学生ですが、この夏ふと聞いたラジオから流れた松浦綾さんの曲が良すぎて大ハムリしてしまいました。松浦綾さんの全曲を聴き、全曲の MV を見て、ライブの DVD も買ってしまうほどハマってしまいました。最近ガスケツさんがハマっていることがあったら教えてください。かっこサウナ以外で。あややね、懐かしいね。俺も結構ちっちゃい頃だったと思うよ。まあ、曲はね、もうなんか、すごい頭から離れないね。Goodbye bye! やっぱさよなら、ジオンとかね。あと、まあ、幼年セクシーなの。キュートなのね、ああめっちゃ懐かしいねって、うん、でこの後ね俺が最近ハマってることの話をするしてたんですよ、この削除前ね、うん、撮り直し前に。その時に本当にちょっとフワちゃんぐらい
俺がそのもっと影響力のある人間だったらフワちゃんぐらい炎上してたかもしれない発言があって、うん、でそれを実はコメント欄で指摘されててあんまり良くないんじゃないですかみたいな。でも本当にその通りで、うん、まあもうしませんっていう、ね、まあ、ざっくり言うと俺自体は全然犯罪とかじゃないんだけど、犯罪を犯してないんだけど、ちょっとモラル的にどうなのかなっていう感じの話をちょっとしてて、これちょっと本当に聞いた人は本当に秘密でお願いします。はい。まあ、とにかく、あ、そう。最近ですね。最近というか、夏暑いからさ、あんま外も出たくないけど、ちょっと運動しないとな、みたいな。うん。思った時に、ちょっと市民プールに行って、ちょっとね、こう、人泳ぎしてきたんですけど、それが結構良かったですね。ちょっとこの話は、ちょっと来週、また、させていただきますので、ちょっとまた、なんか、結構楽しかったんで、楽しいことがいっぱいあったんで、来週話しますということでね。はい。ありがとうございましたね。すいませんね、また聞いてくれた方、ありがとうございましたが、めちゃめちゃ少ない、か、もしくはポッドキャストで聞いてる方かなと思うんですけどもね。いろいろすみませんでした。はい。はい。ということで、これでも眠れないよという方ね、シャッフル睡眠法の動画というものございます。これ、かなり眠れる方法として話題、かつ、1000万再生以上されてて、ね、まあ、なかなかすごい動画ですので、ぜひ聞いてみてください。まあ、あと、朗読の動画とか、あともう一本ラジオ聞くとかね、まあ、いろいろあるかなと思いますので、はい、ぜひね、引き続きうちのチャンネルで過ごしていっていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。はい。ということで、あとね、そう、ヒーリング音楽はこの後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい。ということで、今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。